さて今回のもっとゴジスタはオースライブの延長戦です。今日はオース観音のすぐそばですね、串カツ田中オース観音店と中継がつながっています。中村店長、ここからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは地上波での中継を終えて感想なんか聞かせてもらってもいいですか？いやめちゃくちゃ緊張しましたよ。いやいや皆さん大抵そうおっしゃるんですけど、そうやって言う方に限って本番すごくねスムーズにうまく喋ってらっしゃるイメージ僕ありますよ。いやそんなことないと思いますけどね。いやいや大丈夫、もう僕毎日やってるわけですけど、僕がもう見た限りではもう全くそういった緊張を感じさせない素晴らしいおしゃべりだったなというふうに思いましたんで、ここからもそんな、ね、スムーズなおしゃべりをちょっと期待させていただいて、はい、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ちょっといくつかまず伺ってみたいなというポイントがあるんですが、はい、ごめんなさい、常識だったら大変恐縮なんですけれども、串カツ田中さんってなんで田中っていう名字がついてるんです？なんで田中、なんで田中、ちょっとこれ聞いちゃまずい質問だったかもしれない。副社長が、あ、なんか周りに人がいらっしゃる。これすごく申し訳ない。すいません、いきなりちょっと出鼻くじいちゃいましたね。スムーズな喋りをお願いしますなんて言いながら僕がそうさせてないっていうね。すいません。なんかあれですね、副社長のお名前に田中さんっていうなんかこう方がいらっしゃるみたいなことをちらっと今聞こえて、あ、なんかニュッと手が出てきて本を持っている方がいる。本当にすいません、本当にすいません。あ、指をさ、あ、先代が田中さんという方でいらっしゃるんですね。はい、先代の田中です。あ、そういうことだったんですね。さすが店長、深い知識をお持ちだ、ありがとうございます。すいません、本当にすいません。こんな感じなんですよ、あの配信の方はすごく緩いんですよ。あの地上波の方はねリハーサル2回もやったりなんかしてピリピリさせてしまったと思うんですけど、はい、こっちはこんな感じなんで本当に自然体でやっていただけたらと思います。はい、わかりました。すいません、ごめんなさい、あの本題の方行かせていただいて、あのおすすめの商品をあのご紹介いただけるということで、はい、まず1つ目からご紹介していただいてもいいですか？あ、はい、ですね、この、ポテトサラダですね。あ、これ、はい、ポテトサラダなんですけど、はい、これあのこうやってそう自分好みの大きさに潰せるんですよ。あ、なるほどなるほど。なんで、はい、あのちょっとゴロゴロしたのが好きであれば、こうそんなにこう押し潰さずにって感じで、はい、でも結構あのもう混ぜるの好きっていう人だったらもう卵までうわーってこうやる感じですね。あ、面白いですね。これ卵もちょっとこう煮卵っていうか半熟加減がまた絶妙ですね。あ、そうなんですよ、これがあのまた合うんですよ。へえ、店長は卵潰さない派なんですかね、この感じで言うと。はい、僕はそうですね、僕はあの卵は卵だけで食べたいタイプなので。こだわりがあられるわけですね。はい。胡椒かなんか結構まんべんなくかけられて、あとマヨネーズと。そうですね、ですかね、マヨネーズと、はい、そうですね、胡椒、あとベーコンとマヨネーズと卵、うん、あとはサラダですね。へえ、面白い。これなんかあのお子さんとかでご家族で来たりするとお子さんが嬉しそうにこう混ぜたりなんかねしそうですね。ああ、そうですね、お子さんはもちろんなんですけど結構大人の方も楽しんでやってます。あ、そうですか。いや、やってみたい、ちょっと初めて拝見したので、はい、ぜひあの今度来店した時やってみたいと思います。ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、はい、はい、では2点目お願いしてもいいですか？2点目、はい、ですね、こっちのこれ、はい、これですね、でかい、はい、串カツバケツなんですけど、おお、インパクトありますね。これはですね、テイクアウトのみの、はい、販売なんですけど、はい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 、あの8本
16本合計入ってまして、で串カツの種類が8種類ですね。8種類かける、2本で16本入ってます。はあ、パッと見た感じはうずらの卵とエビとレンコンと、あとどんなものが入ってますかね。あとはですね、アスパラ、はい、アスパラと、牛、豚、紅生姜入ってますね。あ、紅生姜ありますよね。紅生姜の串カツって大阪で初めて食べた時びっくりしました。これも美味しいですよね、はい、これ美味しいです ね、 ねえ。でこれで、16本入りで、税込み2400円ですかね。はい、そうです。あ、結構お得にテイクアウトできそうですかね。そうですね、こう1人というよりはあのシェアしてもらう、もらった方がいいかなという感じですね。はいはい、確かにこう1人で抱えて食べるよりね。箱もあのこうやって名前書けるんですよ、ここに名前書けるので。はいはいはい、なんかこう、こうなんだろう、こうパーティーとかするときに、あのこうプレお土産がてら持っていけるのもすごくいいかなと思います。はいはい、手土産に今日串カツだぞと、食おうぜと、はい、いう感じですか。はい、あ、面白いですね、はい、串カツ、あ、自分の名前書いてもらってもいいですし、はい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 、その日の主役の方の名前なんか書いてもいいし。はい、そうですね、はい、結構なんか楽しめるかなと思います。面白いですね。ちなみに串カツのテイクアウトって、はい、こちらの串カツやっぱりサクサクだっていうところが大きな売りだと思うんですけれども、はい、そういった衣の状態っていうのはですね、はい、テイクアウトで大丈夫なんですか。はい、はい、大丈夫ですね。あの揚げてそのままこう直接箱の中に入れるわけではないので、あ、はい、あの揚げて少しだけ置いて、あの衣の粗熱を若干取ります。はいはいはい、はあ、ちょっとあのそのまま入れてしまうとべちゃべちゃになってしまうんですけど、一旦アレンジを取ってから入れるのでサクサク感が楽しめるかなと思います。あ、そうなんですね。ちなみに店長だからこそ伺いたいんですけど、はい、テイクアウトして家でもう一回あったかい状態で食べたいっていう方もいると思うんですけれども、サクサクを保ったまま温める、はい、なんかこう裏技みたいなってあったりします？ですね、あの電子レンジよりはオーブントースターの方が、はい、いいですね。電子レンジってあの中のその蓋した状態で電子レンジ使うとどうしても水分が中に残ってべちゃべちゃになってしまうんですけど、うん、はいはいはい、オーブントースターだとあの表面をあの温めてくれるので水分が出ずにカラッとあのお召し上がりいただきます。あ、ここワンポイントですね。どっち使うかっていうところ選択間違っちゃいけませんね。そうですね、うん、あのオーブントースターがおすすめです。わかりました、ありがとうございます。ぜひそれもやってみたいと思います。はい、じゃあ3つ目、はい、お願いします。あ、ありがとうございます。3つ目、はい、はい、3つ目これですね。これはですね、牛生ハムユッケです。カツではないです。サイドから持ってきました。牛生ハムユッケ、牛生ハムユッケ、はい、そうです。詳しくご説明いただけます？はい、あ、はい、生ではなくて生ハム、本当に生肉ではないので、はいはい、安心してお召し上がりいただける。あと、あの味付けもちょっとよくあるようなその美味しい、なんだろう、こうちょっと甘辛いような味付けにしてるので、はい、卵との相性もすごくいいんですよ。なのでこれお酒飲む方もいいですし、はい、お酒飲まれない方もですね、これだけでも全然いけるかなと思います。はあ、これまた美味しそう。発想をちょっとこう変えると、こうやってユッケ風に食べられるわけですね、生ハムも。はい、そうです。なんか味も結構しっかりありそうなんで、お酒飲む方なんかこれ進みそうですね。あ、もう多分これ好きな人はとことんこれ食べてますね。そうですか。え、店長も結構お酒はお好きなんですか？あ、そうですね、僕はほぼ毎日飲んでます。すごいですね。ほぼ毎日で、結構体型なんかもスリムでいらっしゃいますけど、なんか絞ってらっしゃるんですか？何を話してるんだろう。はい、いやいや、絞ってるって気痩せするタイプなので頑張って隠してるだけです。いやいやいや、その気持ちよくわかります。僕もどっちかというとそういうタイプなんで。すいません、お話。健康診断が怖いですね。いや、そうですよ、もう4月なんでね、そろそろ健康診断のシーズンですからね。ここからちょっと絞っていきましょうか。じゃあね、
そうですね、頑張りましょう。わかりました。はい、お後がよろしいようでということで、ここまで店長どうもお付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、美味しそうでした。どうもありがとうございました。はい、ここまでご覧いただきましたありがとうございました。それでは失礼いたします。